警察に連れてかれましたね、レイ君だって。俺らはちょっと悲しかったな。すいません、2日交流で出てこれましたみたいな。レイが来ました。本人の口からちゃんと聞く。そうそう、入ってます。中途半端に戻ってくるぐらいならもうやめてってほしい。それでいいと思ってもやスピードはしたんだろ。俺はもうありがとう。家族って仲間大事って言って、ファミリーだもんね、家族より、本当の家族より時間多いじゃん。確かに、おる時間長いからね。いいよ。おはようございます。おはようございます。ミクさんに、ミラさんに対しておはようございますでしょ。いつもお疲れ様でしょ。いやいや違う、ちょっと変えたよ。変えたよ。おはようございます。おはようございます。ニュース、もうニュースっていうかね、俺らはちょっと悲しかったな。まあね、悲しい出来事、つい3日前、うん、レイがネブッチをしたの。ネブッチ、ネブッチっていうか、なんかあいつの言い訳は、10時ぐらいに LINE が来て、すいません、携帯の充電が切れてて、今充電して起きましたみたいな。あ、アラームがかからんかったってこと。そう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 。まあ俺はそれを無視をしたの。うん、まあ次の日来るなと思って、うんうん、まあイライラとね、うん、まあありえんじゃんそんなこと、うんうん、まあ、もう一人やっとるやつおるけど、うん、篠村健太郎っていう、あいつはマジで本当に女子、あれ何歳だった、あれは34 いい年こいってね、舐めとる本当に。遅刻以前の問題じゃん。俺がまだ可愛いでしょ。いい、まあ、確かに来るでね、ちゃんとね。1時間遅刻しても来るから。電話したら、うわやべごめん、やめろ、2日目の時だ出るからけど健太郎は出ない。本当に出ない。なんなら嫁も出ない。趣旨変わったら、趣旨変わったら、健太郎くんの愚痴になっとるって。めちゃくちゃもう。で、まあ次の日になりました。うん、でもそれやっぱ例は怖かったわけ。ほう。来ずに、まあ連絡も俺もなかった。ほう。朝。で、田中から電話かかってきて、うん、トラック俺急ぎの現場だったから。うんうん。かかってきたら、警察に連れてかれましたね、レイ君だって。うん。あ、なんでって言ったら、なんかオービス光らせて、うん、まあ、俺らもそれはね、棚橋から聞いとるし、普通だってね、俺らが上司だもん。そうだね。なんで棚橋に言うのって話だし、うんうんうん、で棚橋とレイは一緒に住んどるから、うんうん、棚橋が先に出たんかな、うんうん、でその後に迎えに来とるっていう設定になってるんだ、うん、だけどまあおかしいじゃん。そうだね、ちょっと矛盾が多いよね。そう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 、まあ、だけどあいつの言い分はそれだから、うん、まあ、パクられても出てくるじゃん、オービスだったら。で今日3時ぐらいに電話かかってきて、翔くんに、そう、レイからね、うん、すいません、2日交流で出てこれましたみたいな。ほう、まあ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 、俺もそこでは怒らずにね、うん、ああそこではわって言わんかったわけね。そうそう、まあいいわ、うんうん、とりあえず明日来い、うんうん、まあ、明日話するで、うん、でそれを俺は社長に電話したの。ほう。そしたら、おい、いいやん、うん、YouTube 撮れる撮れる、はい、もうネタにしますってやつね。飲み台出すでお願いしますで、何ここに呼ぶってこと。そうで、俺がもうさっき電話して、とりあえず俺ら飯食うから、うん、お前も来い、うん、YouTube 撮るってことは言ってない。うんうんうん、それでね、カメラ回すかもどうかも何も言ってない。うんうんうん、うん、で、そこでこの動画を撮ろうと。あ、なるほどね。まあ、結構ね、あいつからしたら悲しいよ。まあ、こんなこと動画にされたくないからね。まあ、恥ずかしいよね。だけど俺らの会社はこういうことをね、まあ、ね、岡部もだってオーベースバッキーになって撮影されてる。あ、そうだね、あいつも絶対嫌だと思うし、うん、警察の出頭動画ね。もうこの会社多くない、なんかね、チンピラじゃないけどね。なんて言うんだろう、まあ、まあ、クソガキだから正直。まあそうね、まだ若いもんね。え、何その来て、何根掘り葉掘り聞くの。まあそうだね、まあそのどういう心境だったかも聞きたいしね、俺らに対して。まあそうね、今後もだって、まあ、普通に連絡してきたってことは仕事に出るつもりなんだよね。そうだね、きっと、うん、まあ、飛ぶんだったら連絡してこんもんね。そうだね。でも一応連絡をちゃんと、まあ、2日交流が嘘にしろ本当にしろ、うん、連絡をしてきたってことはまだ塗り替え道場で働きたいっていう気持ちは本人の意思ってことだよね、きっと、うん、まあそれなら動画にするしかないよね。そうだね。まあ動画にしたら、そう、まあ笑い話にもなるし。まあ、そうだね。そうそう、ここでまああいつとの和解を、まああとは本人が本当にちゃんと謝罪さえすればね。そう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 。まあそんなのすいませんでしたみたいな、来たらもう動画止めろよ、もうぶん殴るで。いや、うち社長のうち、あの、引き継いどるから止めちゃかんと分かっとるで。そうだ。はい、お疲れ様です。
でーす。お疲れ様でーす。松坂のビールでかいっすね。本当だ、分かってる。ビールでー乾杯する？乾杯する？乾杯。ビールでー、ごめんごめん、はい、乾杯。もう一回、例の例が来ました。はい。おかえりお疲れ。おかえりスイートとりあえず。え、違った。本人の口からちゃんと聞く。そうまず、大ビスを垂らしてしまいました。で、光らして、なんで2日間に積もった。入ってました。声払った。階段かもしれない。捕まってました。オービスで光らせて、パクられとったってこと？そう。でもその前にブッチしようだろ、お前。そうです。それは何だ？充電がなかった。携帯を充電するのを忘れて、そのまま寝たって。充電切れた状態で、電話かかってきてるのも気づかなくて、目覚ましも気づかなくて、起きたら昼過ぎだったで、連絡したの。そう、別にいいんだけど、はい、それしょうがないし、他にもやっとる人多いしな。それはしょうがないけど、はい、嘘はダメだよ。大ビス光らせた、それいつぐらいの。可能性高いよね。29日。29日、先月の5月。濃ゆい緑茶ありが濃ゆい。で、お前朝警察が来たって。はい、まあ、それは本当かどうかは分からんけど、まあ、普通に考えると絶対ありえんのだよ。お前の女の車で叱らせたんだけど、そう、例の彼女に連絡が来るわけだ。はい、車のナンバー取られられて、で彼女に連絡が来たってこと。そうです、通知書を取ったって。彼女は正直に言ったってこと、例のこと。なかったじゃあ、だったら銀行も。でも2回目だろう。はい、何がオービス。ああ。深刻だぞ、これは。トラックはもう何年乗れんのじゃん。仕事にならんや。給料もずっと上がらんぞ、お前、そんなんじゃん。それでいいと思ってお前スピード出したんだろ。まだ酔っ払ったら早いんじゃないですか、職長。そうそう、まあ、若いでな。まあ、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 見てよ、しょうがない。しょうがなくはないぞ。俺だとオービスで捕まったことない。やっちゃったことはしょうがない。まあ、まあ、まあ、終わったことやしな。今後だよ、これからをどうするか。だから例の意見を俺は聞きたいなと。この先免許がない状態で、俺らの会社はベトナム人が多いわけってなってくると、ベトナム人連れて現場に回るっていうのがまあ形になってるわけで、はい、でもそれは例でできなくなってくるわけだから、はい、そこを自分なりにどうするか。急に言っても答えは出んかもしれんけどさ、はい、俺はもう、ありがとう。家族って言って、仲間大事って言って、ワイワイしとるけど、仕事は仕事で、ね、割り切ってやってる。わかんない。ここまで来ましたけど、わかんない。なんとなくしたもん。よっしゃ。何？
寝てますって。寝てねえか。目開いてるから。職長の意見は？二人だから。分かった。そう、意見。まあ職長として、まあ育てていかなあかん立場だからね。翔くんやカンタっていうのは。あ、育てていくってなんてもう育てようと思っても、こいつがやる気なかったら別にそれまでだし。まあそうだね。人間って自分がやる気なかったらどんだけ人に育てても絶対無理だから。仕事も覚えようと思わんと覚えれないし、うん、こいつはこれからどうしていくかだよね。だから俺らはさ、もう俺絶対飛んだなと思ったの、うん、こいつがね。まあ多分ね、これは誰しもが多分思っとると思うよ、うん、そのまあそのじゃあ捕まっとったのが本当にせよ嘘にせよね、仮に本当だと思うけど、本当にせよ嘘にせよみんな多分それは正直信じてないと思う。韓国人や、黙ってくれん？黙ってくれん？そう、みんな多分うんって嘘なんじゃないって思うと思うし、逆に言えば多分ここにおるみんながきっと若い頃にそういう嘘を使って経験しとると思うんだよね、こういうことって。そのあるじゃん、たまにさ友達と遊びたくなってマジ仕事行きたくないってなったりとかさ、好きな女にハマって一緒に降りたいから行きたくないとかって若い子って絶対一回は経験しとると思うんだよね。それらはなかったけどな。お疲れ。そうでも実際ありますよね、松田君もそんななんか若い時って。いやどうすかね、まあ、今と時代はちょっと違うかもしれんけど、僕もまああるっちゃあるんですけど、うん、まあでも例の気持ちもわかるし、まあでもただこいつがそのまあ例えばそれが嘘だとしても、まあこいつがこれからそれを背負って、うんうん、そうですよね、まあ、あの変わっていくんだったら別にそれは、うんうん、いいんすかな。そうなんだよね、だから多分きっとこの会社の人は理解してくれるって言い方したら甘く聞こえるかもしれんけど、今後のそのレイ君の仕事に対する姿勢だよね、はい、で多分みんなの対応は変わってくると思うし、多分そこを多分翔くんやカンタは聞きたいんよね、みんなは、はい、その生半可な気持ちじゃないかもしれんけどさ、今後別にまあ適当にぼちぼち免許もないし適当にぼちぼち手元やっとりゃいいやぐらいの感じだったら、はい、正直周りからしたらお荷物って言い方したら悪いかもしれんけどさ、やっぱ免許がない分その分他で補ってかなあかんことあるわけじゃん、はい、だそこをどうするかっていうのが多分この方たちは聞きたいんじゃないのかな。中途半端に戻ってくるぐらいならもうやめてってほしい、ね、誰か喋ってもらっていい？みんなで死んでするのやめて。の中で言いたくなる。まあ、急にこんなカメラ回されてもね、難しいよね。だってせっかく県外から来てね、名古屋まで来てさ、俺らの会社をね、俺らと働きたいって言ってくれたんだよ。お前入ってんの？違う。まあ、それに関してはあるじゃないですか、そのこれ岡部、武、棚橋でこの5人っていうのはやっぱ YouTube 見てきてるんで、うん、やっぱそれなりにやっぱそれぞれ違うかもしれんけど、ここで働いてみたいとか目的みたいなものがあってやっぱ集まってるメンバーだと思うんで、うんうん、やっぱそこは僕やっぱ意識するんですよ。やっぱその辺のやっぱこう僕も例が翔くんすげえ寂しそうだし、うん、やっぱこうなんかいい感じで来てたじゃないですか。でその前の塗り替え道場は僕は分かんないけど、なんかその周りからやっぱ聞くとこう入ってもすぐ辞めるとかそういうのが多かったって聞いてるんで、やっぱこのずっと続いてるメンバーがやっぱこう力になれればなってやっぱ思ったところで、うん、例がやっぱこうね、やっぱこうすいません、わかんないです。いや、いいこと言っとったのに最後それで締める。恥ずかしくなるっすよね。多分ね、寂しいのは一番この人だよ。いいよ、ほんとこの人はなんか情に熱いっていうかね、ほんとへこんどるよ多分。いや、俺もだし。負けてねえし。そうそう、みんなね、心配だからね。はい、まあでもまあ捕まっとって出てきてこうやって連絡ちゃんとしてね、またみんなにちゃんと謝って仕事頑張るっていう姿勢が持てるんだったらみんなウェルカムだと思うし、ね、難しいよね、まだ二十歳だもんね。まあ二十歳だから許されることではないし、年齢は関係ないね。そうだけど、まあこれも一つの経験だよね、はい、
そんな気を持ってくれる会社、そんな気を持ってくれる仲間ってはなかなかいないと思うし、普通の会社なら通用しんからね。そうよね。ちょっとこの会社は普通じゃないからね。普通じゃない。問題ばっかだ。こいつもね。え？いいじゃねえ。いいじゃねえだろ。出頭されとるかてめえ。オービス経験者として語ります。おかさら濃い。語らんでいい。むちゃまぶしい。まあ、許すって言ったらかなんでね。立場上。そうだね。そうだから許されることじゃないからね、やったことは。許されることじゃないから本当に。まあそんなけの、まあ、オービス光らせて2日交流で終わったって自分の中では軽く済んでよかったって思っとるかもしれんけど、仕事の段取りしとるわけじゃん、はい、みんなには迷惑かけとるからね、はい、そこはもちろんみんなに対して謝罪はしなかもんね。やっぱね、あのベトナム人とかもやっぱ言ってたんで、あれいくんはみたいな、レイは、うんうんうん、やっぱそれだけの存在感がやっぱあるってことだ、戻ってきたっていうことはやっぱこれからやっぱ自分がやっぱそこをやっぱこう統一していくかっていう、ね、幸せなことだよ普通に。多分今は自分当方人だからこんなこと動画にされてって多分思うかもしれんけど、幸せなことだよ多分、はい、いつか気づくよきっとレイくんもね、やるからにはやるからにはことはやるからはい、どうぞどうぞすいません、どうぞすいません何もう締め締めようか、いいんじゃないもん。あとはね、まあ動画じゃないところで足場班みんなで、まあ翔くんでやらね、みんなで喋ることなんじゃない。まあ、あと芝居ます何このカメラの中ではすごく優しい人たちなのに。アンチも来ると思うけど、まあでもそうだよね、そこ誤解してほしいよね。視聴者さんにそのアンチが欲しくてこうやっとるわけじゃないし、レイ君を叩きたくてやっとるわけじゃないから、そういうコメントは控えていただけると、こいつの成長にもなるし、まあ、アンチコメントはね、うん、からしたら結局周りがこんだけね、フォローしてそれでも成長させようとしとるのは芝班なわけなんだから、ファミリーだもんね、家族だよ、うん、家族より本当の家族より時間多いじゃん。確かに過ごしおる時間長いからね。そうっすね、うん、みっちーくんと同じことやってるどうや本当にすいませんでした本当にすいませんこんな感じでちょっと待ってね、終わりましょう、うん、まあ、ここからに楽しく終わりましょう。そうだね、頑張れレイくん、気にすんなよ、気にすんなよ、気にしなあかんけど頑張らなあかんでね。お前あとは堤防来いよ堤防の橋の下やばいやばい、怖い怖い、はい、はい、そんな感じでね、はい、じゃ最後はレイから一言。そうだね、うん、はい、大きな声でもう喋れないこと喋れ、もう脱いで登場がいいねって思ったいきなりいや、もうお礼する、本当にすいませんでしたもう大室光りすいませんこいつが引き出したことによって俺らもスピードを抑えようと思うじゃん。まあそうだね、それはあるよね、みんながやっぱ気をつけなあかんことだよね。違う、こいつ一回光らしとるって体着だったそうだ、助かった助かった、枯れ泣きだった、枯れ泣きで助かった人間、フィルムがなかったそんなことないです。でも男の人はねちょうど20歳くらいすぐスピード出したがるからね。まあちょっと応援してあげてください。そうだね、塗り替え道場足場班の成長だよね、これもまた一つ、みんなでね、みんなで一つずつ成長だからね。温かい目でお願いします。お願いします。お願いします。ほい。ほいほい。ほいほい。ほいほい。じゃあこれからもね、こんな塗り替え道場ですが、はい、皆さん温かく応援していただけると嬉しいです。お願いします。はい。チャンネル登録と、いいね、高評価、コメント、お願いします。お願いします。せーの、また見てねうわぁ、おい、俺はやちゅちゅ、ちゅちゅ食べる、うわぁ
頑張ろうね、レイ君、はい、頑張ろうね。